どうも、くちなわです。今日は10月13日、ペットの日ということで、僕の飼ってるね、ペットを紹介していこうと思います。まずはこちら、メダカ。わかんない、無料でもらったメダカ3匹。映ってるかな、あれ、あ、映ってるかな。1、2、3匹ね。メダカ3匹。そして次、こちらもメダカなんですけど、まあこの無料でもらってきたアマゾンフロッグピットに卵ついてました。そして生まれた赤ちゃん11匹います。もうね、結構大きくなったね。生まれてからどうだろう、2週間くらいしたのかな。今11匹います。はい。そして次、この貝ですね。これもアマゾンフロッグピットについてた卵かな。な、卵とかもともといたやつ。結構大きくなりました。前小さいね、プラスチックのあれに買ってたんですけど、大きいんでバケツで買うことにしました。こんな感じ。繁殖力がね、すごい。このくっついてるの多分交尾してますね。でね、もう多分卵産んでるかな。ここに、あ、この透明なやつですね。これ卵ですね、この透明なやつ。あ、こっちもあった。あ、こっちでっか、この透明のが卵です。おそらくもうこの辺にもあるのかな。あ、あるね。これここにもついてるね、卵って感じで、かなりいっぱいいます。で、卵はね、別のところにこっち移したんですけど、こっちももうね、だいぶ、あ、このもうプツプツ見えてる。これ卵ですね。多分ここにね、25個ぐらいあると思います。この辺にある石の上に透明なやつついてると思うんですけど、まあこれもそうですね、卵ですね。これもですね、すごいね、量が。とりあえずもうこの辺の裏も全部ついてますね、卵が。ああ、もういっぱいついてる卵。これも卵なんだ。うわ、すごい。多分だけど200匹くらい生まれそうだけどね。すごいね。こっちもそうだね。ちょっとひっくり返してみるか。だいぶ大きくなってるかな。あ、なってるね。卵ついてます。1、2、3、4、5袋って言うねえかな。5袋ついてますね。とりあえず産みまくるね。もうこれなんかはそろそろ生まれそうです。プツプツ茶色いものが見えてきた。はい、こんな感じで。この辺にあるの卵なんだよね。透明で見づらいけどね。これも卵。この間にあるのも卵。あ、これも卵だね。これも卵。これもそうだね。あ、これもそうだ。これも卵。すごい。たくさん生まれたらまた紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。